令和2年、世界は未知なるウイルスによる感染症でパンデミックに陥り、物質文明は一夜にして崩壊した。日本の首都東京も例外ではない。文化の発生地として繁栄を極めた渋谷も、緊急事態宣言以降、かつての繁栄が嘘のように静まり返った。しかし22万人の人間が息を潜める大都市渋谷から犯罪は消えない。凶悪犯罪はむしろ増加の一途をたどる。そんな非常の街に、今日も電話を待つ一人の男がいた。その男の名は刑事ジャコック。まさか第7話をお送りすることになるとは。本人よりもスタッフの方がびっくりしているみたいね。いや、私もびっくりしてるわ。まさか、まさかよ。何の事件も起こらないし、大体私、人間じゃないし。え？昔からその姿かって？どうかしらね。実は私にもよくわからないの。着いた時にはもうこんな感じだったから。さて、今は6月23日夜10時を少し回ったところ、おなじみの席でおなじみの男がただ酒を飲んでいる。今日は何の事件も起こらない平和な一日だったな。暇すぎて昼寝ばっかりしてたから、こんな時間でもお目目ぱっちりだよ。ま、俺たち刑事が忙しいとろくなこと。暇イコール愛にあふれた生活、暇人こそ我が人生。ジョン・レノンも歌ってたっけ？ジョン・レノンが歌っていたのはイマジンでしょ。暇人と遊んでくれる暇人いないかな。お、慎太郎か。もしもし慎太郎、どうした？今夜も自転車追跡中か？違います。今夜は平和な夜です。ずっと暇すぎて月を見ているんです。三日月が綺麗です。月って結構なスピードで動くんですよね。知ってました？そりゃそうさ、地球が自転してるからな。違いますよ。地球の自転と月の公転が密接に関係しているからですよ。ちなみに月は地球からは表側しか見えないって知ってました？そうなの？月は公転周期も自転周期も約 27.3 日だから、常に地球に対しては一定の面しか見せていないんです。地球にいる限り月の裏側を見ることはできません。へぇ。アポロ宇宙船が本当は月に着陸していない話聞きたいですか？長くなりますけど。いや、それは今度にしておこう。しかし慎太郎、よっぽど暇なんだな。暇です。暇人です。ジョン・レノンも歌ってましたよね。それを言うならイマジンだろ。気をつけろ慎太郎、情報は正確に。ところで要件は何かな？ああ、失礼しました。ちょっと気になったことがありまして。どうした？暇すぎて占いのサイトを見ていたんですが、今日の運勢再開があまりにも不吉でして。どういうことだ？今日の運勢再開は牡羊座、血液型は O 型、干支はネズミ年、がっしりした体格にヘアスタイルが独特、性格わがまま、自分大好き。ってこれ、ジャコックさんそのままじゃないですか。心配で電話したんです。まあ、確かに俺は今年年男だからネズミ年、岩城浩一さんと同じ3月21日生まれだからお羊座、血液型は O 型、がっしり体格には違いないか。ヘアスタイルが独特って、まあ独特といえば独特か。刑事コジャックの名優テリー・サバラスと同じヘアスタイルだからな。
慎太郎、刑事こちゃって知ってるか。まだ生まれる前か。性格わがまま。わがままじゃないだろ、優しいだろ。わがままかな。まあ確かに自分が主役じゃないと機嫌が悪くなるからな。自分大好き、どちらかといえば嫌いじゃないかな。いや、好きかな。大好きだ。ってこれ俺そのものじゃない、慎太郎。今日の運勢再開ってどういうこと？俺どうなっちゃうの？教えて慎太郎。今夜は気をつけた方がいいみたいですね。きつなことが。ああ。何？どうした？どうした慎太郎？暇すぎてスマホ使いすぎました。電源切れます。おお、慎太郎慎太郎、教えてよ。俺どうなっちゃうの？慎太郎。見た目と違って繊細なのよね。わかるわ。私も朝のワイドショーで星占いが良くない人はずっと引きずるもん。男はスコッチを一気に飲み干すと、男はスコッチを一気に飲み干すと立ち上がり、新しいボトルを、あー開いた開いた、あーいえ不吉だ、俺としたことが。男は立ち上がるとボトルのキャップを開け、開いたー、あ、大丈夫か俺、なんかついてないな。なんかついてない感がありありね。今夜はもう切り上げてお家に帰って寝たら。まあ私はジョン・レノンになっちゃうけどね。それを言うなら暇人だろ。ジョン・レノンは暇人だ。あれ、男はカウンターに座るダメでもない。どうやら酔いすぎないような自信をつけてるのだ。どんなちびちび飲むなら飲まなきゃいけない。どうしようなんだから。ん？電話？ニューヨークか。もしもしニューヨーク。お前が主役の話は先週終わっただろう。ジャコックさん、お疲れ様です。シオハです。シオハちゃん、どうしたの？いやあまりにも暇すぎて交番で NY さんと人狼ゲームしてたんですけどね、慎太郎さんから連絡があって。あ、ジャコックさん、暇人って歌知ってます？ジョンって人が歌ったらしいんですけど。もちろん知ってるよシオハちゃん。暇人 All the people って歌だよ。でもね、ジョン君が歌ったのは暇人だからね、マジじゃないからね、間違えちゃダメだよ。でもシオハちゃん偉いね、生まれる前までよく知ってるよね。慎太郎さんが教えてくれました。なーに？その慎太郎と長電話しすぎてスマホの電池が切れちゃったんだよね。だからニューヨークのスマホから出てきたのか。その慎太郎のやつ、どんだけ塩橋さんの長電話なんだよ。なんでもいい、ニューヨークって呼ぶな。ああ、そうだったな。ニューヨーク、もしかして計算スタイルか。多分それよく似合ってるぞ。でもそれもお揃いだな。さてはドンキで仕入れたな。俺はな、すべてお見通しなんだよ。ところでニューヨーク、編集の配信の反響はどうだった？頑張ってやってるのを見ると元気が出るって言われたよ。ソロで2分も踊らせてもらったからな。大反響だったよ。久しぶりにさ、親戚のおばさんから電話かかってきてさ。で、何でもいい、今はあんたの運命が問題だ。俺の運命？慎太郎さんが言ってましたよ。ネズミ年のおひつじ座大型、体格が良くて独特のヘアスタイルの、わがままで自分大好きな男がひどい目に遭うと占いサイトに書いてあったって。慎太郎から聞いた。ひとはちゃん、その男はどんなひどい目に遭うか知ってる？慎太郎なんか言ってた？はい、言ってました。なんて、なんて？なんか入れ替わっちゃうらしいです。
入れ替わるってどういうこと？いや、よくわかんないんですけど、とにかく入れ替わっちゃうらしいです。どういうこと？もういい？切るよ。私のスマホ代ライトだから、5分以上の通話は NG だ。ちょっと待てよ、ニューヨーク。大事なところなんだよ。5分は短いだろ。ニューヨークって呼ぶなって何度言わせるんだよ。ウルトラマンだって3分しか時間ないんだから、5分あれば十分だろ。じゃあ、せいぜい気をつけてな。主役取られるなよ。グッドラック。おい、ニューヨーク、おい、なんで入れ替わるって。え、いや、いきなりキムタクと入れ替わっちゃったらみんなびっくりしちゃうよな。いきなりキムタクって背伸びしすぎでしょ。イケメンと入れ替わるならせめてヤンチャボーイズのタクちゃんにしなさいよ。はぁ、あぁ、女は自分の姿形を確かめようと手鏡を出した。で、俺なんてナレーション読んでる？え？まさか！まさかまさか！まさかまさかまさか！まさか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 ！入れ替わっちゃった！すいません、今取り込み中です。女は身だしなみを整えるとそっとドアを開けた。ほら、まだ開けてないでしょ。ナレーションが早い。慣れていないんだ、勘弁してくれ。正確な描写はハードボイルの基本よ。やりましょう。女は身だしなみを整えると手鏡をそっとしまう。そして運命が待ち受けるドアに向かい、重い足取りを向けるとゆっくりと歩き出した。シャナリ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 って歩くのは清掃した貴婦人ですから。 OL すった人間がシャナリシャナリって歩いたらいいでしょ。じゃあやり直す。やりますね。女は自らナレーションの見本を見せながらドアに向かう。女は動揺した心の内を悟られないように身だしなみを整えるとドアに向かってゆっくりと歩き出す。ゆっくり、ゆっくり。まさか、まさかあの人が私を待ってる。ドアにはわずかですが、女の子にあの運の記憶が蘇る。まさか、まさかあの人が、まさか。長いな。お黙り、今いいところなんだから黙ってて。イエスサー。いつまで待たせるんだ。あ、ごめんごめん、待った。ごめんね、待てよね、ほんとごめんね。どうしよう。そうそう、ごめんごめん、待ってないよ。え、男は笑顔で女の頭をポンポンした。ちょっとあなたの困った顔を見たくなった。意地悪。もうバカバカやだ。女は両手をグーにして自分で喜びを表現した。え、あの、これ生配信にふさわしいいい話になるんですよね。シャーロ、イエスサー。乾杯。乾杯。チーン。
ダバダバダダバダバダダバダダバダ BGM いらない。イエスさん久しぶりだね。何年ぶりだろう。1億2000万年ぶりかな。もうそんなに経つか。長かったな。いやいや長すぎるでしょ。前前世ですか。いや君の前前前世から僕は君を探し絶対いらない。今いいところなの。少ししばらくだけ二人だけにして。イエスさん。あなたのお気に入りの場所を私に案内するからって連れてってくれたわよね。気に入ってくれた。もちろん。楽しかったな。あなたが私に手を差し伸ばして。さあどうぞ。僕のお姫様。あなたってこういうことをさらりとやられてしまう本当に不思議な人ですね。お、ナレーション分かってきたじゃない。恐縮でーす。二人がついたのは夕日が沈みゆく寸前、水面がオレンジに染まる真夏の浜辺だった。海。そう、海。いつも困った時、落ち込んだ時、ここに来るとよし、明日からも頑張ろうって元気をもらえるんだ。綺麗ね。静かに落ち着く。でしょ。さざーさざーこっ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 船が出るぞー。あっ今いいところなんだ。しばらく二人だけにして。くらっさー。嬉しいな、あなたが大切な場所に連れてきてくれて。もしかして前の彼女も連れてきてたりするのかな。モテるからな。だいたい付き合ってくれてること自体が奇跡みたいなもんだよな。どうして付き合おうと思ったのも、私の一体どこが好きなんだろう。どうしてどうしてどうして私たちは一緒にいたいな。ずっとずっと一緒にいるからいいけど、いつか離れていってしまうのかな。ダメダメ、こんな落ち込んでたら。そうよ、こんな暗い顔してたら消えちゃう。え、カシャー。え、ちょっと顔に水かかってしまう。ごめんごめん。おいで、拭いてあげる。男は女の顔をハンカチで優しく拭いた。ねえ、さっき何考えてたの？ずっと一緒にいれたらいいなぁなんて。ずっと一緒にいたいと思ってるから。
今日はここに連れてきたんだよ。ここは僕にとって秘密基地みたいな場所なんだ。ここに誰かを連れてくるのは初めてだよ。え？サザーサザー、つまりそれくらい僕にとって君は特別な人なんだ。本当に？ああ、本当に本当に？ああ、本当の本当の本当の本当に？しつこいな。信用されてないの？ちょっと傷ついた。そうじゃないよ。私、自分、自信がないばかり、ごめんね、傷つけて。そうじゃないの、本当にごめんね。女は男の顔を覗き込む。じゃあ、好きって言え。ん？好きって言え。バシャバシャー、男はまた水をつける。バシャバシャー、男は水をつけ続ける。バシャバシャー、好きって言え。バシャバシャー、好きって言え。バシャバシャー、分かった分かった、友達のこと大好きだよ。え、聞こえなかったからもう一回。そりゃそのとおりで、女は満面の笑みで水をかけた。パシャパシャ、男は水をかける。パシャ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 、はい、パシャパシャパシャ。え、待て、おい、待て。え、二人は夕日に照らされて、どこまでもどこまでも砂浜をかけていった。俺寝落ちしてた。俺としたことが、いや、寝汗がすごい。やっぱり先週のニューヨークとのロケがきつかったのかな。渋谷のど真ん中で赤と思って踊るなんてちょっとアンビリーバボーすぎたもんな。寝汗がすごい。あれ、なんか夢見てたような。でも思い出せないな。海に行ってたような。海、なんか幸せそうな恋人たちがいたような気がするけれど、あれ、俺カエルになってた。カエル、まさかな。あれ、こんなところにこんなのあったっけ。なんか嬉しそうな顔してるな。さーて、慎太郎でもからかうかな。暇人オーザピーポーLiving life in peace。 お付き合いいただきありがとうございました。どこまでが本当で、どこまでが夢かって。人生なんて夏の夜の夢。 To be continued。 I hope someday you'll join us and the world will be as oneです。終わった。お帰りください。終わった。お疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さん映ってるのかな。お疲れ様でした。いますいた。いけた。いけた。イエーイ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。